皆さんこんにちは、日本画家の穴澤和沙です。今回は第10回記念ヘイブン・アール・ガールズ・アート・コレクションの、作品展に OG として参加しています。私は自然と装飾をテーマに、花や女性像を主に描いております。今回は新作を中心に、今年ちょっと初挑戦したフクロウの作品なども一緒に飾らせていただいております。隣の白フクロウは、今年にちょっと個人的にオーダーをいただいた時に白フクロウを描くきっかけをいただきまして、そこから自分の作品にも描いていきたいと発展させている作品です。夏らしい爽やかな作品を中心に飾らせていただいております。私は全日程終日在廊予定です。作品のお問い合わせは福屋八丁堀本店美術画廊までどうぞよろしくお願いいたします。